それでは参ります。六条あつの大山怪奇譚。ここは丹波の国の大山。いつものように鬼たちは都へも向こうとしたある日、これは何者か珍しい。この頃何も食えてないので腹が減っていた。ちょうどその時にこの愚か者は飛んで火に入るなぜなし今こそ欲しい。さあ引き裂いて食おう。慌ててことを仕損するな。このように珍しい酒肴を私にするのはかなわない。主君の断り。何にせよ対面すべし。その山伏こちらへ招き、持参の酒があると。我らもまた客僧たちに酒を一本差し上げよう。このように珍しい酒肴をいただくのは不思議だろうな。どう出る。よし、気に入った。意に即はない酒肴をいただくのは悲しいことだ。他の客層は無益なり。我が一番に召し使っている鬼を呼び出して飲ませよう。茨城、どうしよう。茨城は昔片腕を切り落とされたが、今はこれから差し支えない。その腕を切り落としたのが渡辺の妻だ。我にも宿敵という人間が存在するのだ。しかしそなたの目を見ると何とも不思議な気持ちになる。我が宿敵を思い出さない。皆の者は心許すな。怪我するぞ。さてはそなたら来航ではあるまいな。お話いかがでしたでしょうか。
それでは見てくださった全ての皆様に礼。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。それでは真相地震撤収。真相地震の皆さん、ありがとうございました。